梅田阪急ビルと、阪急グランドビル本館解体後の阪急百貨店梅田本店解体前の阪急百貨店梅田本店梅田阪急ビルは、大阪市北区角田町の超高層ビル。大阪梅田駅と直結しており、低層階が、阪急百貨店梅田本店、高層階が、オフィスで構成される、複合商業ビルである。旧ビルは、 地上9階地下 1, 1階で、第1期から第8期に分けて増築され、阪急百貨店梅田本店が入居していた。しかし、老朽化が進んだことと大阪2011年問題を、睨み、耐震性を高めた複合ビルとして、南北2つに分けて、全面的に建て替えることになった。2009年9月3日、阪急梅田本店が入居する、南側部分の低層部が開店。 その後、四十一階建ての高層部が二千十年四月一日に、竣工した後、同年五月六日に、全面開業し、地上十五回に展望外、スカイロビーが設けられた。その後も引き続き、残る北側部分の建築工事が行われた。そして、北側部分を含めた全館が二千十二年十一月二十一日に、開業しを、先行開業した、完成時は、 地下2階、地上41階、延べ床面積は253,955.23平方メートルとなった。阪急梅田本店は営業面積が約6万1000平方メートルから約8万平方メートルへと拡大し、これによって関西地区最大級の百貨店になった。2009年9月百貨店第1期分開業時2010年4月。 オフィスタワー完成時による2012年10月25日、百貨店の第2期分先行開業時2012年11月21日、阪急梅田本店の第1期部分を改装し、全面開業。梅田本店前、グランドドーム現存せずオフィスタワー用のシャトルエレベーター。 80人乗り5期9ビルの1階は、旧阪急梅田駅と連絡していて、シャンデリアや伊藤中太による壁画など優美な装飾のコンコースと、その北側に隣接して、大聖堂の内部のようなグランドドームが、9ビルの解体まで存在していた。1989年に、大阪の各所で、ロケーション撮影を行ったハリウッド映画、ブラック・レインの中で、 当時のコンコースの様子を見ることができる。旧ビルの解体に伴いこれらは一旦撤去されたが、2012年11月下旬の阪急梅田本店全館オープン際に、ガラスモザイク壁画を修復、シャンデリアと共に移設し、唐草模様のレリーフを型取り複製の上、13階に開業したレストラン、シャンデリアテーブルに再現された。 1>, 1階のオフィスタワー入り口から15階のスカイロビーへは80人乗りのシャトルエレベーターが5機設けられている。当ビルの建設工事では一度受注した体制建設が返上し大林仕組みに発注し直した経緯がある。なお、向かいにある阪神百貨店梅田本店が入居する予定の大阪梅田ツインタワーズサウスの全体竣工と同時に 当ビルの名称を大阪梅田ツインタワーズノースと変更し、近接する両ビルを大阪梅田ツインタワーズと総称する予定。ビル面変更の理由は、阪急阪神ホールディングスグループの最重要拠点である梅田の中央に位置する2つのタワーを、海外や大阪以外の地域の人からのわかりやすさを考えて命名されたため、 阪急梅田本店2012年11月下旬、グランドオープンについて、ニュースリリース、H2O リテーリング株式会社、2012年4月17日閲覧。完成時点での日本最大は松坂屋、名古屋本店の86,758平方メートルである。ただし、メンズ館を含めると松坂屋を上回る。また、2014年には、 近鉄百貨店安倍の本店が、本館10万平方メートルとなる。旧ビル内コンコースの北側に隣接する、グランドドームはこの時にできたものである。阪急梅田本店前コンコースが、この秋、全面開通します。阪急電鉄、H2O リテイリングニュースリリース、2012年4月12日。 国内最大容量80人乗り、エレベーター納入のお知らせ、三菱電機ニュースリリース2010年4月30日、梅田半球ビル、建て替え途中で施行者が大勢から大林に、交代2006年10月18日、梅田一丁目一番地計画2018年4月27日に、一木胸が、春工。6月1日には、阪神百貨店が、 部分開業ビル名称を大阪梅田ツインタワーズサウスに決定阪神電気鉄道阪急電鉄阪急阪神不動産2018年4月9日ありがとうございます